キュウリから切っていきます。ちょっとこの辺を切ります。で反対、まっすぐ、半分に切ります。半分に切ったらもう半分、もう半分、で開いて、でもう半分、この時種取ってもいいんですけど、種を取ればこういうところの種こうありますよね、こういう種をスッと切ってやるともうちょっと歯ごたえは良くなります。今日は切りませんけど、ただそれチラシ用にご飯を持ってきます。少しこの辺を空間を空けて、ちょっと真ん中を高めにして盛り上げていきます。チラシは少しきゅうり入れていきます。そしてごま軽く振っていきます。そして大葉、先ほど刻んだのを少し振りまいていきます。そしてエビ、さっき端っこを落としたのをちょっと中に入れていきます。こんな感じでとりあえず出来上がりです。あと上にサーモン持っていきます。ちょっとごま、きゅうりをちょっとずつ中に埋め込んでいきます。きゅうりを入れることによってご飯を食べている時に飽きないように、このきゅうりは少し塩を振ってあります。あんまり入れすぎるとしょっぱいですんで軽くでいいです。ちょっと振ってあげれば酢となじみが良くなると思います。この時に平らになるように、で真ん中ちょっと穴を開けておきます。で大葉、大葉もこんな感じでいいと思います。あんまりたくさん入れなくても大丈夫です。これでご飯の方は盛り付け終わりです。そうしましたらサーモン、サーモンは
こういう木の薄い板、これに入れてあります。適度に水分も抜けますんで良くなっていきます。サーモンの厚みはこんな感じです。こちらの方が背中の方、ご存知こちらの方はお腹の方です。こういう風に触ってみて骨がまずないか、ちょっと触ってみます。結構こういう中にこういう細い骨が入っていることもありますので、切るときによく見ていただけたら、この辺こっちは白くなってますから油すごく乗ってます。これに平行するようにこの辺を切り落とします。それからこの線に沿ってこういう感じですよね。こういう感じです。裏側はこんな感じになります。そしたらチラシの方、ちょっとこれをこういう感じにして、同じくこういう感じで切っていきます。これは広げて半分に、でこちらも半分に、そして横を向けて、これでサイコロに切っていきます。こちらも同じように四角くなるように切っていきます。こんな形です。少しお醤油、色はちょっと悪くなりますけどすぐ良くなってきますから、それでこういう風に混ぜていきます。下味がついてお醤油で食べるときに馴染みが良くなって美味しくなっていきます。切りながら盛り付けていくのが一番ベストなんですけど、そうすると切るのがよく見えないので切ってから盛り付けます。お刺身を切るところがデータが飛んでしまったので、このお魚こういう風にこっち側が向こう側が高くてこちら側が低い、これがお刺身を切る形です。それとサーモンの場合はこの部分、皮の部分があまり綺麗じゃないんで、こういう風な形で綺麗な面を出すようにお刺身を引いていきます。一般的なお刺身はこういう風に切っていくんですけども、まあいろんな切り方あるんですけども、こういう風に切っていきます。今回のお刺身は平らにこういう風に引いていくので、こういう右から左に切るような形です。こういう形にして、こっちがちょっと高い方見えるかな、こういう形で引いていきます。で最後になったら少し起こして、こういう起こして引いていきます。で最後残るのはこういう、こんな感じ、こんな感じです。薄いタイプも少し斜めにして、まな板はこういう風にあります。言いづらいな、こういう感じですかね。まな板が横にあって、少し斜めにこういう風に引けるようにすると引きやすいです。で引いてきます。こういうところはちょっと切りづらいですから先に少し落とします。
そして斜めに持って、薄い場合はこういう形で引いていきます。こういうところがありますから、少しこういうちょっと角を折ってちょっと立ち上げて、こういう感じで引いていきます。こんな感じです。薄作りの場合ですね。お刺身みんな引くのは一緒ですから、この辺は。ちょっとこの角をつまんで、こういう風に起こして、こんな感じです。こういう感じで引いていきます。残ったのはどうしようもないですから、少しこういう感じで、それからこういう半端、こういう半端、こういうのは少しこう丸めて、こういうふうに丸めて、こういう形のお刺身は、これが厚いか薄いかによってこう丸く並べていきますんで、丼に並べる場合も薄くしても厚くしても基本的には一緒です。こういうガラスに角をちょっと折って、中心に向かって、この部分が中心に向かっていくように、この部分が中心に向かって、で同じようにちょっと角を折って、次のところに同じように中心に向かって、同じようにこんな感じです。同じように、ここに角が出るように、こういう感じで、いつも中心に向かうような感じ、こういう感じで並べていきます。こういう風になってるお刺身でしたら、少しちょっと角を折って、で中心に向かって、みんな中心に向かって並べていきます。この演習は同じようにこういう風に置いてもらってもいいですし、こういう風なお刺身でしたら少し丸めて、でいくつもこんな感じで並べているといいです。では持っていきます。こんな形でちょっとずつ持っていきます。なるべく横になるように、ちょっと持ち上げてあげると美味しそうになると思います。少しずつ持っていきます。数が多ければこの幅を狭くして、数が少なければ広げる感じで、数が少ないとこう広げる感じで、数がもし多ければ重なる部分が多くすればいいです。で真ん中を少しこうくぼみをつけておきます。
こんな形で持っていきます。最後の部分はこっち側のお刺身を持ち上げて、こんな感じでいいと思います。で、キュウリ、三角のキュウリちょっと持っていきます。青いのが乗ると綺麗になりますから、なるべくこう一直線になるように、これはここ、これはここみたいな、こんな感じです。そして真ん中、真ん中に大葉、真ん中の部分にうずらの卵、そしてわさび、わさびを真ん中にドーンって盛り付けます。これで出来上がりです。で、今度はちらし寿司です。少しでも高い方、高い方があれば高い方を奥にして、で、これを並べていきます。こういう黒いところが上じゃなくて、綺麗なところが見えるように置いていきます。こんな感じでいっぱい置いていきます。どんどん置いていきます。端っこの方まで置いていきます。こんな感じでいいと思います。そしたらきゅうり少し置いていきます。きゅうりがあると食べるとポリポリしますんで、歯ごたえも良くなっていきます。そうしましたらエビ、エビを盛り付けていきます。そしてわさび、で、出来上がりです。